さて本編始まる前、はい、告知を。お、告知でございますね、はい、12月18日、はい、ズーチャンネル音楽祭が、はい、池袋レッドゾーン、はい、というところで行われます、はい、まあいつもは映像なんですけれども、はい、音楽イベントでございます、はい、まあなんか言いなさいよ、まあ、ズーチャンネルの中で、うん、音楽に携わっているものが一堂に会する、うん、そして今年最後のズーチャンネルイベントになるんですかね。そうでございます、でございます、はい、オープンが18時半、はい、スタートが19時ですね、はい、出演は我々エキシーズ、そして、監督のバンドボーダー、はい、そして、何度も、ガチでも登場しております、鎌野直樹さん、はい、あともう一人女の子、名前大臣、ショーモさん、はい、ショーモさんですね、はい、という方がですね、はい、出てまいります。はい、はい、チケット前売りが2500円、はい、当日が3000円、はい、共にドリンク代別となっておりますのでご了承ください。はい、はい、まあ、そましてチケットの受付方法は、池袋レッドゾーンにメールでお問い合わせいただくようになっておりますので、はい、よろしくお願いします。我が輩たちね、はい、GTG 本体が、お送りする、ちょっと早いクリスマスイベントということで、皆さんからプレゼントがあると。そう、我が輩もね、なんか本当にあるんですか。本当にあるんですか。近所でね、うん、伝えがありまして、はい、我が輩映画を借りに行って、うん、ガチャガチャが何個かあるんですよ。そこにですね、なんですか、妖怪根付けみたいなのがあって、でちょっと軽く2回ぐらいやってみたらですね、天狗と雨降り小僧が出たのでまさに我が輩らしきキャラがね、2つ出たので、それ我が輩とこうね、はい、我が輩のライブの時に、じゃんけんして勝ったら2つとも、はい、お一人様限定1名限り、1名限り、なるほど、プレゼントジャンケン大会があると。そうでございますな、ね、まあ、あとどこがちょっと考えとこうかななんて思ってます。なるほど、はい、そうでございます。そうでございます、はい、交互期待、はい、ということでございますな。なんせね、もう今回はバン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 ドーンって最後花火をね上げてみんなで盛り上げたいななんて思っておりますよ。ズーチャンネル、GTG 本体、はい、皆さんと、一緒にね盛り上げていただきたいと思うんですけれども、我々に会える今年最後のチャンスでございますので、そうでございます。ぜひとも皆さん、ご来場心からお待ちしております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どこになさいよ。で、監督からのメッセージをみんな待ってるんですよ、全国の GTG のみんなは、うん、ね、監督もさね、出る最後ね、花火を散らす、ね、最後のこのでかい一発一発がこの監督なわけでございますから、まあね、あなたメインでございますから、よろしくお願いしますよ。乞うご期待。詳細はこちら。よし、それではそれでは本編をどうぞ。お待ちしております。1人4人連れてくるように、まあそうだよね。お待ちしております。よろしくお願いします。それではどうぞ。はい、始まりました。さてさて、はい、ちょうど1週間前だと思うんですが、はい、M1 グランプリ、あ、やりましたね。我が輩も見ました。私の予想が、はい、ほぼ当たり、そうですね、出ましたね。ジャルジャルの件で、我が輩、そのジャルジャルが好きなわけじゃないですけど、ジャルジャルがどうなるのかを見てたんですよ。はいはいはい。たらなんか物の見事に上がってってね、うん、で、なんか点数良かったじゃないですか。そうでしょう。あれ何なんですか。いや、わかんない。だって、いや、タイムマシン3個が落とされたじゃないですか、まあ、うん、ほんで僕は今回敗者復活が優勝するよって、はい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 、もしくはタイムマシン3号だと、はいはいはい、言ってましたね。でタイムマシン3号はもういい、ネットのその調査とかでも一番受けてるんですよ、はい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 、うん、
決勝つか最終予選も込みで、うん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 、でも外されたらもう敗者復活だと、はい、うん、で銀シャリは上がるって言ってたじゃないですか。そうですね、ほぼ競馬でいう3連複が当たっ、はいはいはい、当たりかけたんだけど1頭だけ外してたみたいな、うんうんうん、ほとんど当たってましたね。だから言ってんじゃないですか、あんな簡単なんだって、うん、実際の話で、ハライチすごかったでしょ、うん、滑りっぷりが、うん、どうしたんですかね。いやいや、だから言ってんじゃないですか、あの頃は邪道だよって。はいはいはい、うん、7位でしたっけ。え、最下位でしょ。結局最下位だったんですよね、うん、まあ予想通りっていうか、はい、うん、ね、そうですなっていうのでね、はい、もう、でも M1 は終わったな、もう、うん、あれは終わったよ、あれはトレンディエンジェル、確かにその勢いがあって、はい、あれだったかもしれないんだけれど、はい、あの審査員が全員歴代王者じゃないですか、はい、じゃああの中に彼らどっちかが座ってて、しっくりきます、審査員の中にいて、うん、まあ正直言わせていただければないですね。でしょ、うん、あそこは俺は銀シャリで良かったと思いますよ、うんうん、銀シャリ漫才うまいですね。いやだから、うん、今回はね、歌ネタもやんなかったし、ほぼ、はい、いやでも、一回噛んでるしね、なんか気持ち悪いテンポもあったんで、はい、だから、今回のは本当にチャンピオンになってよかったのはタイムマシン3号だけですよ。うん、うん、本当に、ひいき目とかそんなんじゃなくて、珍しく、はい、生放送で見てんですよ、僕。ああ、そこそこそこ、うん、普通だったら録画でね、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。録画でね、はい、見て、ああだこうだって言うんですけど、はい、もう生、最初から見てるんですよ。はいはいはい、ライブでね、うん、ほんで、タイムマシン3号ってずっと押してたじゃないですか、はい、もうね、一言じゃなかったもん、ミスんなよみたいなのして、はいはいはい、噛むなよ噛むなよって、うんうん、ほんでもうガッコンガッコン受けてたじゃないですか、はいはい、最初から、はい、ほんで最後のあのオチの前の前でまたドカーン受けた時に、はい、俺叫びましたもん、勝ったーって言って、はい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 、もう絶対勝ったって言って、はい、うん、ほんでオチがあれでしょ、あのデブに対す、デブのやつらに対するあの、はい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 、ね、あの必殺の言葉、うん、タニタって、はいはい、それでまたドカーン来たじゃないですか、はい、ああもうこれ絶対勝った、うん、で点数見た時のあの2人の顔見ました、はいはい、ここについてたでしょ、うん、もうあの点数じゃ勝てないんですよ、はい、3位だったら、ああそうかそうかそうか、うん、あの絶対敗者復活の方が有利なんですよ、うんうん、うんね、なるほどね、もう凍りついてたでしょ、うん、あれ本人らも多分ね、あもう絶対1位だと思ったはずですよ、はいはいはい、手応えはあったの、いやもうあれでなかったらね、うん、じゃあなどうすりゃいいのっていうぐらい、うん、すごい良かったですよね、うんうん、もう俺も真っ青になりましたもん、あ負けたって言って、はいはいはい、これ案の定でしょ、うん、もうそうですよ、ね、いやもうだから言ったじゃないですか、吉本には勝たせるよって言って、うん、あれも絶対にあれ、多分ね、はい、あれみんな点数つけてるじゃないですか、はい、ああいうのって、はい、あれもう何点つけろって下に書いてると思いますよ、要は出来れってことですか。いや俺そうだと思いますよ、何点だってさ、いくらなんでもさ、それまで礼二と増田岡田がすごい、まあ俺の後輩ですよ、中学は、はいはい、ねえ、もう俺らの誇りですよ、あの二人は、はい、ずっといい点数つけてたんですよ、はい、納得のいく、はい、ほんでコメントもすごい良かったし、うん、あやっぱりもうこの人はベテランなんだなっていうぐらいやったんだけど、あれ
誰かの時、決勝の時とかあんなんなんかでも、うん、絶対を本当にレイジってその点数なのかっていう点数つけてたんですよ。はい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 。もう俺思うんだけど、あれ絶対もう全部決まってた数字だと思いますよ。そうなんですね。うん、ほぼ。だから我が輩が思ったのは、やっぱりその歴代王者とはいえ、うん、まあ、あそこに座ってたとはいえ、うん、やっぱりその後輩たちが出るわけじゃないですか、うん、で後輩たちとのその関わりとかそのつながりもあるわけじゃないですか、うん、だからやっぱ情報とかも生まれてきますよね。同僚も今、あ、同期もいるじゃないですか。同期もいるわけじゃないですか。でだからやっぱりその個人個人の応援の仕方っていうのもあるし、うん、俺はこう思うからこの点数をつけたいっていう多分高得点とかもあると思うんですよ、うん、だけどあえてそれをもう数秒通さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、それってなかなかできないと思うんですよね、そのパッとした考えで、うん、ということは我が輩も思ったのはやっぱり点数出来上がってるなと、うん、うん、でないと受けないですよあれは、うんうん、そうですよね、うん、そうじゃないとやっぱり裏後になんで僕らに あんな点数をつけたんですかとか、まあ後でいろいろ多分言われると思うんですよね。まあ言いにくいですけどね、うん、まあそうですけど、うん、まあでも言うても人生かかってるわけじゃないですか、うん、だからやっぱそういうことに関してはやっぱなんですかね、人間関係もこうこじれる場合もあると思うので、だからすごい慎重につけてるはずなんで、うん、とはいえやっぱりその数秒であの点数をつけていくっていうのは、まあ俺だったら全部85点でも固定しちゃいますね。なるほどなるほど、うん、でも来年は多分さすがに変わると思いますよ、うん、あれは無理があるって、うん、うん、あの無理があるとか言うんじゃなくて、はいはい、いやもう出来れですよあんなの、うん、もうすごい調整されてる数字ですよあんなの、はいはいはい、それまで完璧な審査やってたレイジと増田がね、うん、急にあのトレンディエンジェルに90何点なんておかしいってそれは、うん、うん、だから武志さんこういうコメントしてますよね、はい、自分より売れる嘘のやつには点数やんねえもんって言って、あそれぐらいのなんていうのかな、まだそんな差はないんですよ。はいはいはい、うん、それにだからトレンディエンジェルとその中川家の絡みというかつるみというかそういうの我が輩見たことないんですよ、うん、だからなんかそういうつながりもなかったっていうか、まあただ知ってて、うん、こいつらが面白いと思ってつけたあれが点数だったのかなとも、うん、ちょっと思ったりもありますよねやっぱり。いやもうあれはがっかりだったよ、そのだからもうなんていうのかな、もう終わったんですよ。だから来年は多分審査方法変わるんですよ、はいはい、でもレイジと増田だけは残るんじゃないですかね。そう、いやいや本当にあのほぼ俺が言ってた点数とレイジと増田岡田一緒だったんですよ、はいはいはい、1点ぐらいの差なんですよ、はい、うん、あ、じゃあ監督は監督で点数つけ、いやもちろんつけてますよ。その時にレイジと増田岡田とほぼ一緒だった、お同じの時にもあったし、はい、うん、でそれまでは公正な判断、公正どころか、やっぱり、うん、うん、すごいなって、あ、すごいなっていうよりも俺がすごいなと思いました。いや嬉しかったですよやっぱり、はい、あ、レイジと増田と同じ数字だ、はいはい、うん、お、俺の見てるねあるとこは間違ってないんだと思うぐらい、うん、あのコメントとかもすごい良かったですよ、はい、得意とかあの鉄夫とかのコメントひどいでしょあれ。おう、友達だからマイナス20点引いておきましたとかさ、あのジャルジャルのマンション隣なんですとかさ、はい、そんなのどうでもいい話だし、うん、おう、純粋に笑いを決めよう。おう、そう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 。で残念なのが、はい、もっと残念なのがブラマヨの吉田の点数のあのはい、はい、つまんなさ、はいはいはい、おう、いやまあつけにくいっていうのもあるんだろうけどね、うんうん、見てる方法としては出場してる、ね、方たちはもちろんそうですけど、そういう審査員の人点数のつけ方まで見てるんですよね。まあそりゃそうだろうな。いやもう終わりましたよ本当に。ジャルジャルはやっぱりジャルジャルでしょ。ジャルジャルはジャルジャルでした。言った通りだったでしょ、うん、だから我が輩ね一回ねジャルジャルってどんなことしてたっけなって YouTube で見たんですけど、はいはいはい、
YouTube で見たんですけど、ジャルジャルだねって消しパッて、あのね、行きましたけどね、とにかく人気ないんですよネットでもすごい叩かれてるでしょ、つまんねつまんねって言ってね、あれなんでかっていうと、やっかみもあるんですよ、はいはいはい、あの二人ボンボンなんですよ、ああ、そうらしいですね、うん、あの後藤は今吹田市長の息子だからね、あ、そうなの吹田市、大阪府吹田市っていうところがあって、はい、その吹田市長の息子だからね、彼、あ、そうなんですか、ほんで徳、なんだっけあの福徳、福徳、福徳芦屋の大金持ちだからね、神戸の高級住宅街の、あ、そうなんですか、なるほどなるほど、だからそのどっかそのなんかうん、厄介もあるんだと思いますよ、はいはいはい、まあ、それはあるでしょうね、うん、なんかそんな気もしますよ、なるほどね、だからなんだかんだ言ってあの二人ね、上品なんですよ、はい、上品っていうか、あ、育ちいいだろうなっていうのが、うん、なんとなくにじみ出てんだよね、はい、おお、なるほどなるほど、逆にあれがないんですよ、ギラギラしたのが、はいはいはい、なんか心に余裕があるんでしょうね、こう余裕があるという、まあ、これがなくてもみたいな、うん、っていうような雰囲気を感じられてんじゃないかな、なるほどなるほど、あれは、うん、それでやったの、うん、なるほどね、まあでもそれにしても1回戦ね、すごい点数良かったですよね、ネタは非常にレベルの高いネタだったんですよ、うんうん、ただスキルが追いつかないんですよ、はいはい、あれをやりきる、うんうん、なるほどね、福徳特にね、はいはいはい、福徳だっけ、うん、彼がスキルが追いつかないんですよ、うん、あれをやりきる、はい、なるほどなるほど、感性はいいんですかね、ネタを、だからその感性もそのこれでガッポ、これどっち、これはどっちどっち、あ、次がこちら、あれなんですよ、はい、絶対これで笑わして成り上がってやろう、金持ちになってやろうとかね、偉くなってやろうとかいうのがないんですよ、うん、おう、だからそのなんていうのかな、ネタに溺れちゃってるみたいな、はい、分かる人にだけは分かれっていうネタの構成なんですよ、はいはい、おう、だからなんか通が抜けてたりとかするじゃないですか、はいはい、それですぐに突っ込まないじゃないですか、はい、で何回かやってきて突っ込むじゃないですか、それってもう今の段階でもう変なことやってるぞっていうのを感じとけよっていう、はい、感じのネタなんですよ、うん、それってちょっとカチンとくるわけですよ、はいはいはい、人は、うん、おう、なるほどね、ただ単純にそうだと、うん、彼らは悪い以上はないでしょうね、まあそんなことねって言うかもし言われるかもしれないんだけど、やっぱりそのにじみ出てくるそういうのっていうのはやっぱりもうしょうがないんですよね、うん、品の悪い子はやっぱり品悪いんですよずっと、うんうん、だからそれを逆手に取ればいいんですよ、はいはいはい、だからあの二人はそこのね育ちがいいっていうのを武器にして、はい、もうそれで笑い取っていけばいいんですよ、なるほど、逆に逆に逆に、うん、うん、あと彼らはナインティナインにも可愛がられてるじゃないですか、はあ、レギュラーで、うん、ね、オーディションで撮ってレギュラーで番組とかも持ってるんで、うん、やっぱ心に余裕があるんじゃないかなと、なるほどね、だからハライチもそうなんですよ、はい、そうですね、誰だっけ、まん丸いおむすびみたいなやつ、澤部、はい、澤部ナイトスクープやってたりとかするじゃないですか、はい、そうですね、だからもう俺は認知度があるっていう余裕があるから、はい、まだ堂々としてたんだけど、はいはい、もう俺がもう絶対あいつは認めねえって彼、もう最後のかわいそうでしたもんそうですね、お真顔でしたね、終始真顔でしたね、だからもうあれ
イップスになっちゃうんじゃないかな、あれ。M1 って怖いんですよ、はい、あの、なんとかさ、誰だっけ、もう死んでーってやついたじゃん、あのコンビ名なんで、もうお前死ぬに噛まれて死ねーよっていう、俺ね、彼ら結構上まで行くと思ってたんですよ、はい、全くダメだったんですよ、その頃イップスになっちゃったんですよ、もうノイローゼみたいになっちゃって、マジですか、うん、だから消えましたよね、やっぱり、それぐらいやっぱり M1 でこけるっていうのはもうすごいことになるんで、俺ちょっとハライチ心配なんですよ、なるほど、いや認めねえとか言ってたんですけど、はい、特にあの本当に認めてらっしゃるなと思ってますよね、いや俺そこも、いやジャルジャルにしろハライチにしろすごいことやってくれたら俺すぐ手のひら返しますよ、はいはい、いや面白いよねって言って、うんうんうん、だからそれの期待も込めてやっぱりそのねマイナスのとこから見てその覆すもんがあればもう認めますよ、ジャルジャルにしろ、だから1本目のジャルジャルは悪くなかったですよ、あの点数はどうかなと思いますけど、あ頑張ったねっていうのは感じましたよ、でもそこまで崩れろなんて思ってないからね、だから一番今回ので得したのはあのメープル超合金のね、はいはいはい、あの赤いやつですよ、はいはい、本当の最後の最後に噛んだじゃないですかあれなかったら3位までありましたよ最後噛みましたね最後で、でもそこに悲壮感がないんですよ、あれが彼は売れますね、あの見てて可愛いもん、嫌味がないっていうか、はいはいはい、面白かった、あれ面白かったね面白かったですね、だあれはもうオードリー枠っていうかね、あのスリムクラブ枠っていうか、はい、十分、まあそれ最初にやったのは南海キャンディーズなんですけど、はいはい、あの枠として3位ぐらいあったと思いますよ、まあ3位は無理だな、女の子がちょっと下手すぎるから、だからそう考えると本当にね今回はタイムマシン3号に上げるべきだったと思いますよ、タイムマシン3号面白かったですよね、だからやっぱりこの前回もここで言ったように伸びしろがないんですよ、安定感は抜群なんだけども、それ以上の驚きがないんですよ、なるほどね、M1 とか、まあ、1回戦2回戦とかあるじゃないですか、あれで1回戦はみんな調子よくても2回戦目が勝負ですよね、やっぱり最終のね、最終の、でジャルジャルは同じようなネタで失敗したでしょ、はい、同じようなネタで成功したのって、はい、ブラマヨだけなんですよ、はい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 、確かに確かに、ブラマヨの M は見ましたよ、あのブラマヨの優勝した時のあの2回は、はい、もう伝説だと思います、そうですね、そうですね、10ぐらい今回のは残念でしたね、なんか本当に残念だった、敗者復活もトロサーモン来たら面白いなと思ったんだけど、トロサーモン大好きですよ、いつの間にか2位にいたから、あれもう上がっちゃうよって、いやあれ予選でまあその敗者復活の時トロサーモン絶対俺たちだって思ってましたよね、いや俺は思ってないと、そうですかね、それは分かってるよ、でもう予選段階でもうナイツもないなっていう、あの表に出してきてる、はいはいはい、ナイツさんどうでしたかみたいな、はいはい、あれはもうあナイツ落ちたなって、なるほどね、そうよ、ね、M1 ファンはそこまで見るよ、プロレスと一緒ですよ、はい、何分何秒で誰々が勝つフィニッシュはこれっていうのを全部当てるのと同じぐらい、はい、M1 ってもう M1 好きなやつはそこまで読み切ってるよ、はいはい、そこまでしてくれてるファンがいるからこそこの結果っていうのはどう思ったんですか、そう
だってね、敗者復活が優勝するよって言われちゃダメなんですって。はいはい、うん、敗者復活なんて言ってみればね、もう大穴中の大穴だと思う。大穴中、そうだよな。でも本当にね、敗者復活が上位に来るっていうのは、じゃあ今までの審査は何だったのっていうふうになるわけですよ。なるほど、あ、そうですね、うん、屈辱的なことなんですよ、それっていうのは。基本的に俺が審査員だったらやめますね、その予選の審査員だったら。うん、恥ずかしくって。じゃあ、そのポンポンそれで優勝するってことは、本来あっちゃいけないこと、あっちゃいけないことですよ。うん、やっぱ決勝までね、その勝ち残っていった人たちがそれなりのスキル持ってるんだと思いますもんね。だったらプラスマイナスと流れ星出してやってやりたかったな、あれ。うん、絶対上まで行ってましたよ、本当に。プラスマイナスね、プラスマイナス、プラスマイナス絶対上まで行きましたよ本当。流れ星もね、はい、ほんであれなんでしょ、敗者復活もガッコンガッコン受けたのは、はい、あれなんでしょ、トレンディエンジェルじゃないんでしょ。あ、そうなんですか。うん、会場でもうすっげー受けたのって誰って言ってたのかな。もうトロサーモンがまずもうすっげー受けたらと、はい、やっぱりナイツ安定して受けてて、はい、で、あともう一組なんかすっごいのが受けたんだって、はい、でも、まあトレンディエンジェルももちろん受けたんだけども、はい、うーんっていうのもあったらしいよ。なるほど、なるほど。あと何でしょう、東京ダイナマイトでしょうね。はい、東京ダイナマイトもね、うん、そうですな。あのホラー界の田川監督ですよ、あの漫才界の。はい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 、思っていれば俺がホラー界の東京ダイナマイトですよ結構あの効果は未知数好きなんですよ。え、効果は未知数好きなんですよ。そんなね、安定してすごいんだけど、うん、表舞台には立てない、うん、そんなんですわ。ガチシリーズ始まりました。はい、これはでも入れってか、真正面鏡なんだ。うん、じゃあもう一個フロアが、おっと、あかん、入っちゃダメ。うわ、なんか生々しい。ある日、鏡を置いたんですよ、うん、入り口になっちゃってる、うん、いろんなもん、うん、うん、なんかが歪んだの。なるほど。今週の巻きにです。はいはいはい、また何かが生まれましたか、うん、寒い日あったじゃないですか。はい、で、なんかプカプカのジャンパー着てんですよ、うちの嫁が。はいはいはい、ダウンジャケット、はいはい、俺のなんですよで、俺が薄手だったんですよ。はいはい、あのさ、それ返してくんないかな、はい、って言ったら、なんて言ったと思います。
寒いから嫌よって言って、じゃあ俺は寒くていいのって言って、はい、俺は寒いからそれを返してくれって言ってた、はい、嫌よって言ってマルハンに消えていきました相変わらずですな、絶好調ですよ、寒いから嫌よって言われたら、ね、その流れはライブで見させてもらってますからね寒いから嫌よやっぱりね、そうですね、もう昔は寒いのが全然平気だった人なんですけど、うん、もうこの頃ちょっとやっぱり年なんでしょうね、うん、寒いのきついっすわ、そうですね、うん、かといってでも監督あれですね、暖房があんまり、暖房大嫌いなんですよ、まあ、乾きますよね、でもそうそう乾くのがまず嫌なのと、うん、もう本当に嫌いなんですよ、はい、あれですよ、デンちゃん、寒かったら後ろ行った方がいいですよ、暖房ブチブチ気しますから、俺あ、これ車の中でですか、あ、我が辺もだいぶ嫌いなんで、あ、そう、だからもう、部屋なんかでも、うち、エアコンないんですよ、はいはいはい、暖房の、はいはい、いらないんですよ、俺つけないから、うん、もう、まあ、ちっちゃいストーブが1個あるぐらいで、はいはい、まあどうなんだろうね、まだでも今日あったかいもんね、そうですな、そんなに言うほどしんどいってわけでもないんで、気もそろ寒かったでしょうね、でも、まだ来年の春先にかけてがまたどうかわかんないけど、雪が降る、おー、ありがとうございます、今年、去年から今年にかけて雪にやられましたからね、やられましたね、もうさ、いっそのことさ四季なくしてみたらどうだろう、日本もえ、そうっすかみたいなのにね、日本そうするともう春と秋だけにしておきますか、はい、うん、やっぱ春と秋が一番過ごしやすいですかね、いやもう世界的に見ても、うん、春と秋はもう世界トップレベルの過ごしやすさじゃないですか、うん、そうですね、あれ四季があるのは日本ぐらいなんですか、日本ですね、外国の方は結構年間通してるとしんどいって言ってて、あ、そうなんですか、だから4回季節が変わるから、ほうほう、しんどいらしいんですよ、ああ、そうですか、なるほどね、で、まあ、だいぶね、日本に慣れてらっしゃる方はそうじゃないかもしれない、来たばっかりはやっぱりしんどいって言ってます、なるほど、なるほどね、ダメな奴らですかあとは、地震が来るともう本当に建物から飛び出るらしいですよ、ダメなやつらですなあ、でもなんか最近地震、はい、あります、あるある、この間監督と打ち合わせしてた、うん、ああ。でもなんかすごい多い時あったじゃないですか、ちょっとね、うん、時まあ大丈夫ですよ、東部は次来たらもうでかいんでしょ、え、次本当にああいうのが来たらもうガチでやばいんでしょ、ああもう日本壊滅です、え、マジですか、え、ああいうのが来たらってどういうことですか、その東日本系ですか、みたいな、え、マジですか、もうあと残ってるのが本当に言われてる南海トラフと、はい、トラフ、ね、はい、で東海、関東、はい、もうそこしか残ってないんですよ、はい、3分の1ですよ、どれが来てもやばい、どれが来てもやばい、どれが来ても3アウトチェンジです、なるほど、マジですか、大丈夫ですよ、一回さらちにすればいいんですよ、南海トラフってどこになるんですか、和歌山とか、ああ、要は四国の、はい、なるほどなるほど、
丈夫ですよ。来る来るって言ってるうちは大丈夫。あんなもん何の意表をついた時に来る出る、ああいうのは来るもんなんで。まあそうだよね、うん、だからこそ価値があるんだと思いますよ。そうですな、まあ、東日本の確かにそうでしたからね。さらにまあ先週はね、M1 の前は私らライブやりまして、ありましたね、うん、応援してくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで大盛況でございます。はい、対バンの中で唯一ドインナンバーワンを記録しました。ありがとうございます。ただやっぱりね、一人三人連れてきてもらいたいね。ああそうですな。ああでまたその三人が一人三人連れてきてもらいたいね。ネズミ、ネズミ行のようにね。そう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 、うん、いいですな。なんかつけようか、それ呼んでくれたら。お、取って200円ぐらいあげる。あ、現金ですか。230円にして、はい、で、その3人には10円あげてくれと。で、その子らに100円あげるから、はい、130円渡すから、それでまずこうやって完全にネズミ講じゃないそうですか。まあ、来週は、はい、来週金曜日はいよいよ、そうですな、チャンネルを回す。はい、はい、そうですな。ライブ、そして今年最後のザチャンネル公式のイベント、はい、我々はまた気合い十分にですねやっていきますので、はい、ご来場お待ちしております。お待ちしております。場所は池袋レッドゾーン、レッドゾーン、オープンが18時30分、スタートが19時、ね、前売りが1500円の当日が3000円、はい、ドリンク別ということですね。オーダーディキシーズ、カモの水、ディキシーズ、そして、ショーモさんですね、噂の太陽娘のショーモさんいますので、ぜひとも、1人につき3人ですね。そうです、1人につき3人連れて、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。ほんとね、言うとね、なんかようわからんけどすげえわってねなると思って、うんうん、元気になって帰ってくる。いや本当にそうですね、元気をこうね、ちょっとでも皆様に送れれば、私たちも本当に光栄に思いますな。だから5日のライブで後で映像見ながら反省してたんですけど、うん、だから肌からもう客観的に見たとしてもなんかようわからんけどすげえなっていう感がものすごく伝わってきて、頑張んなきゃいけないなっていう気になるんじゃないかなとちょっと僕は感じております、ね、そういうバンドでございますので、はい、濃いですよ内容は。そうです、そうです。最後の生の GTG 本体と触れ合っていただいてですね、はい、ちょっと締めくくっていただければと思います、はい、まだまだね、日はありますけれども、はい、ますので、ぜひともよろしくお願いします。俺は頭下げに。またなんかこのパターンとか見てもらえる。俺はロッカーだから、うん、だね。ぜひとも本当に、はい、ですよね、今年最後のね、宴というか祭りですよ。疲れもなかなか取れないですよ、うん、イベントしながら、ライブしながら、ロケ行って、まあでも言うてもね、やっぱライブ中は面白いですよ。もうそれはね、印象するだけ、ね、うん、で我が輩たちが楽しまなければ、はい、お客さんにも伝わらないですからね。そこが大事、うん、そう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 、それがまあ、分からなければね、立ってる意味もない。耐えればいいんだ。なるほど。暑いんですよ。申し訳ないけど。そうですな。なのでね、本当見てるとこう乗りたいんだけど、こうやってね手を挙げて乗りたいんだけど、ちょっと恥ずかしくてこう見て、ね、体だけ乗ってるんであれば、ちょっとでも乗ってるんだったら手を挙げればいいし、ね。
両手あげればいいさ。そして乗るんだ。あの、この間来ていただいたね、あの GT1 の方たちはみんな向き乗ってらっしゃいましたよ。うん、ああいう感じで皆さん。そうですね。やっぱね、祭り事っていうのはね、まあ、騒がないと、あの、もっとまんまちですから、うん、ね、祭り事はどんどんでいきましょう。そうすると人生楽しくなると思います。そう、やっぱりせっかくね、お金を払って、見に来ているものなので、やっぱりそこはね、元を取って行ってもらわないといけないと思ってね。我が輩たちももちろんね、それはね、はい、頑張りますので、ぜひともです。結構久しぶりですか、考えてみたら、歴史。そうですな、いつ、あの、アコースティック以来じゃないか。アコースティック以来だから、うん、またロック形態で我々歴史とかやると思うんで。そうですな、うん、今回は我が輩たちは新曲の方も、あ、そう、新曲やるから、ええ、ぶちかますのでできるかしら。ね、あれね、一回も僕ドラム叩いてないんですよ。しろやんお前の悪いところはほんと練習しないとこだよ。練習運じゃなくてレコーディングも基本的に、うん、あれでしょ、やりなさいよ。そこもあのね、あの、私がきちんと新曲ドラマ叩けることにも期待しといてたね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃねえよ音源通りになってるかどうか。そこは知らんがよ、君がやりなさい。もう一回やったことをもう一回やれて再現性があんまり取れないと思う。まあそこはしっかりやりますよ。楽しみました、うん、という感じですな。カマノのね、カマノも久しぶりというか、またね、あのカマノさんの、カマノの武士が、カマノの武士が、はい、カマノの武士が、そうでございます。日差しが取れると。あの、ショウコちゃんはね、アイドルで、アイドルなのかな、どうなんですか。まあ、その立ち位置がわからないんだけども、楽しみにしてますよ。なんか、自分の自慢の、あの、バンドを、ね、連れてくるみたいですよ。うん、負けちゃいられないですよ。そうだろうしな、勝つと思います。そういう意味でも、いろいろな意味で楽しみでございます。はい、次ね、五月目あれという感じで、告知はこんなもんでいいですかね。はい、だったらもう、あれですね、いろいろ過ぎてクリスマスでございますよ。クリスマス過ぎたらお正月ね、2016年がそこでございますので、1ヶ月来てますね。そうだね、来年は来年で、今年以上に頑張りますよ。なんでずっと止まってる。いや、違うんですよ。どうですか貴様ら、ちょっと座れ、そこ。座ってますよ、座ってますよ。俺と1年ずっとトークのやってんのに、はい、盛り上がりがなさすぎる。いや、だから今告知をしてたんだって。告知をどれだけこう、わーってやるかっていうのを俺ずっと聞いてたんですよ。はい、いや、だから金持ってこいとか。いや、我が輩たちはその、やっぱりそのね、あの、金持ってこいとかそういうより見てほしいっていうの方がやっぱり。いや、だから見るにしても見るんだったら、写真とかはね、あれか難しいから絵画にしろとか、はい、なんかいろいろ膨らまして、はい、爆笑の中行ってみようかなとか、いろいろ持ってくるかなと思って、俺はずっとね、はい、採点してたんですよ、M1 並みの。近いわけでございますから、ここはね、きちんと告知をしてね。ちょっとでもいいんですよ、告知をして、まずこれを見て伝わってくれればまずいいんですよ。来たいやつは来る、来ないやつは来ない、それでいいんですよ。来ないやつは来ないじゃないですか、だって。いやいや、まあ来るやつは来る、来るやつは来るんですから、結局はそう、結果はそれですから。ここから来て、面白いなと思ってくれればいいんじゃないですか。そう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 、だって、来たくないやつに来られても、我が輩たちは嬉しくないですからね。そうかな。いや、我が輩全然嬉しくないです。じゃあ俺はそれは天ちゃん言い合いになるかもしんないけど、来たくねえやつを来させて、すげえと回して来させるっていうのってすごいことだと思う。来させるまでの、何かがないとダメですよ。というと、何せよ、18日でございますよ。それにこんだけ
々が熱意を持ってやってるということですね。そうでございます。この熱意が皆様に伝わっていただけると、うん、私は非常に嬉しく思います。ありがとうございます。ということで、はい、改めて18日どうぞよろしくお願いします。こういう告知も大事なんですが、だからこれも動画なわけじゃん。これもすごくでかいと思うんですよ、はい、それは非常に大事なことなんですが、はい、それよりも何よりも、うん、我々は今一番熱意を持たなければいけないのは、はい、この後無料を買っていただくということでございます。はい、そうでございますな。これはガチ本戦のことです。そうでございます。はい、告知が長々となってしまって、はい、違うよ、よし。何ですか今の、例えばこの前のライブもそうだし、君たちがやったアコースティックもそうだし、はいはいはい、あとは、ね、アニロックとか、ね、GTG じゃないですか、見て、はいはいはい、でだから、もう俺らがこれをやるのが告知なんですよ、うん、そうですね、俺らがガチをやって、それをやってれば、そのね、もう全部が告知なんですよ、ね、確かにでしょ、うん、ね、ほんならそういう、そこからどん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 その何かをやってるっていうのが全部告知なわけですよ、はいはい、ね、ほんならもうその人となりなりそういったものが全部告知になってるわけだ、うん、だからさ、まあ繰り返して申し訳ないんだけど、店長それは違う、ね、それは何かっていうと、てんちゃんの人柄ってみんな知ってて、うん、ね、そういうのも分かってる時にてんちゃんを明るくみんなで「あー来いよー」みたいな方が多分来やすいんですよ。まあそうですね、確かに確かに、うん、そうですね、真面目に何とかなる。いや真面目なのは大事よ、うんうんうん、真面目なのは大事だけど、まあ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 、ね、君はみんなを楽しくさせる、まあ、もちろんです、笑わせる、笑わせるかどうかは別として楽しくさせるっていうので、まあ、今来てるんだよみんな。すいません、もうね、音楽になっちゃうとやっぱそうなんですよ、私も悪い癖もそうなんですけどもちょっと変わってしまうんですよね、やっぱちょっとこうガツンってこう入ってしまうんで、すいません、いや若い若いでもうそれはもうね盛り上がるぞってなりますよ。もしね、うん、もしね、はい、俺最後まで言葉選んだし笑いニコニコしながらやってるしね、ボーンとか構えて話してたけど、はい、もしこれが音楽じゃなかったら、はい、君今頃俺にボロクソに論破されてるまあそうですね、若いこと思います、うん、ね、そういうのはあれなんだけど、はいはい、違うよ、だからニコニコやってりゃいいんすよ、はいはいはい、そのね、ガチでやってる楽しいところを音楽でも見せてあげればいいんで、まあそうですね、それがどんどんもう俺ら自体がもう媒体なんですよ、うんうん、告知なんですよ、うん、だからね、もうそれしかないよねっていうふうに思うんですよ。だからなんていうのかな、映ってる時っていうのはそれなりにやっぱり責任感もあるし、まあ、そうですね、うん、やっぱりブレちゃいけねえっていうのはあるよね、うん、だからやっぱりブレたら俺は戻すっていう感じがあるから、はいはい、うん、でも君やヨシが言ったように、まあ、そこまで熱くね、うん、なんとかしなきゃいけないんだっていうのは理解してあげて、買えっつってんだよ俺が来いっつってんだよ。なるほどなるほどなるほどこう言ったら告知になってるんだよ。はい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 、あ、だからだからだ、なるほどなるほどなるほど、今すごい嬉しかったです。そういうことなんだよ。なるほどなるほど、俺が言ってる、はいはいはい、うん、ね、だから本来ならばこんなのは止めてから話す話なんだけども、はいはい、そのさっきこう昼間ね、てんちゃんに、はい、俺らのバンドは何を仕事にしなきゃいけないのかって言った時に、やっとピンときたと思うのよ、俺が言ったよね、聞く人間を教育するんだって、はいはいはい、うん、で音楽を取り返す、うん、今のね、それが俺らが集まってやる全員の共通のにしたいんだよねって言ったら今分かったでしょ、はいはいはい、うん、こういうことなんですよ。だからこういう風に見せるっていうのは、その何かをやるっていう時は楽しいからやりますわとか、ね、まあ、なんかイベントやるかっていうのでやってないっていうことが分かるんであれば、俺は見せるべきだと思ってるんですよ、うん、
こんなやり取りなんですよって言って、はいはいはい、それはどういうことなの、あれはどういうことなのみたいな問われちゃうんだよって言って、なるほどね、うん、だからそれいうのをやっててもそのなんていうのかな、あのいびつにならずに仲良くやってるっていうことはお互い徹底的に納得するまで話すからなんですよ、うん、そうですね、うん、だからあのそういう意味ではその完成度なりなんだよね、うん、あのっていうのがいつもあの高いっていうかレベルが上がるっていうのはそういうこと、そうですね、うん、でこれはね俺はねあの本来見せるべきじゃねえとか言う人いるかもしれないんだけど、うん、そのそれはまだ見る側もね聞く側も見せる側もあの要は聞かせる側もちゃんと姿勢ができてた時なんですよ、うん、でも今そのそういうのができてない昨今ね、これはもうそういうのを一からやらなきゃいけないっていうのがあるんですよ、うん、実際の話舞台裏を見せるっていう、その舞台裏っていうのはそのなんか楽屋裏を見せるんじゃなくて、うん、こういうところっていうのをあの見すのは全然俺は悪いことじゃないと思う、そうですね、うん、確かに確かに、だからあなたがね今日一番いい告知したのは、うん、あのいや音楽になるともう分かんなくなっちゃってみたいな、はいはい、あれが一番いい告知ですよそういうことなんですよ、なるほどね、あんな そこ座れって言って俺と1年やっててそんなんしかできないのかって言ったのはそういうことなんですよ、はいはいはい、うん、だって普通じゃんって、まあそうですね、当たり前のこと言ってます、当たり前のことじゃんって言って、はい、うん、頑張ります見てください、違う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 、あなたが音楽になったら分かんなくなっちゃうんですよこれはそいつの音楽ってどんなんなんだっていうふうになるわけじゃない、もうほんとすいません、そうなんですよ、そうでしょ、それが面白いんじゃない、ごめんなさい、それは聞いてって言ってさあね、なってほんで、うん、こいつここまで言うんだったら聞きに行ってやらってやつもいるし、うん、そうですな、ね、そうですね、ほらそれこそ天ちゃんが言ってる狙い通りになるんですよ、すいません名前聞いて、いやいや違う違う、それこそあるんですよ、なんだ言ってても大したことねえなって思うか、ああ言うだけはあるかっていうね、うん、っていうようなのもあるわけで、うん、それがそれを計算してやるかやらないかですよ、うん、我が家たちの師匠でございます、いや師匠じゃないですよ、そんなのただの方でございますよ、いやだからあのそこをねあの俺は君らに見せてきてるはずなんだ、はいはい、うん、いろいろね、あれ落ちてきてる、じゃあ落ちてきてるこうしようああしようみたいな話で、それも告知なんだよ、はい、落ちてきてるよっていうのって告知なんだよ、うん、そうやって、そうでしょ、うん、ね、でもトラベルお願いします見てください、うん、っていうのは告知だよ、はいはい、うん、そうですね、毎週月曜日6時に上がってます、みんな買ってください、買うかよなのそれは経験してるから、はいはいはい、うん、でもいやーなんで落ちたのやめちまうか、なんであんな面白いもん作ってんのに、うーん富山がダメなのかな、うん、何がいけないんだろう、どれどれって言うのかな、確かにそういうことなんだよ、だから最初のね告知が何が正解かっていうのは俺は分からん、うん、うん、でもこのままあの頃の告知じゃダメだろうなって言うから座れって始まってガーってなってね、もうそれこそ喧嘩になったって構わねえと思ってるからかなり挑発するわけですよ、違うねそれとかなんか言って、ほら案の定食いついてきて、それでもあのね、もし告知じゃなかったら俺はもう叩き潰してんだけど、あなたがいくら音楽がどうのこうのって言ったってそれは表現者としてのプロの土俵は同じだから、そこを争点にするもん、なるほどなるほど、それは多分ケンちゃん俺に何ぼ言っても多分言葉の数が違う、はいはい、そうですね、それは分かりますよ、そうでしょ、それは分かりますよ、言葉の数が違う、でもそうじゃないんだよ、うん、告知だから、うん、俺はあんたが最高の告知したんですよ、はい、いや音楽になっちゃうと熱くなっちゃうんすよ、はいはい、そりゃ来るよこれ見たら、お願いします、ケンちゃん見に来ますよ、よろしくお願いしますそういうことなんだよ、うん、ありがとうございます、いやいやいや違う違う、だから
それを俺がいついなくなってもいいように身につけてほしいんですよ、うん、俺がいついなくなってもいい、うん、ねほんなら絶対大丈夫なんだからみんな頑張ります、うんね、こういうような話なんですよ DTG ってこういう話をするんですよこういう話もするんですからねこの間いつもねバカな話ばっかりしてるわけじゃないでしょ話ばっかりじゃないですよ裏ではねちゃんとこういうねだからたまにですけど、うん、たまにですけどね、そんなしょっちゅう話してたらさもううんざりだよお互いがどうしいなそれがはっちゃんだったのあ、うん、どういうことですかはっちゃんとはそういう話になっちゃったの俺が悪かったんだけどあ、うん、だから俺はそういうのは反省してああそういうのはダメだなっていうような形になってるから結構あの今はスルーしてもういよいよあかんこれはっていう時だけね、うん、なるほどね常務だってそうじゃないですか、はいはいはい、それ以外はあれだけどいよいよっていう時しか言わないじゃないですか俺に対しても、うんうん、でも俺もいろんな言い分があるかもしれないんだけど結局俺はそれは常務から学んだんだけどいよいよっていう時に言ってる時はそれが正しいのよ、はいはい、俺に言い分があっても、うん、それはもう素直に聞いた方がいいっていう、うん、そうですね、素直に聞かないといつ聞くんだっていう話確かに確かにこういう話をするんですよ、うん、でもあなたは今最高の告知をやったから、はい、もう大丈夫ですよいやそういうことだよそれが俺てんちゃん生き様を見せるってことだと思うよどうしようと思いましたね何が話してる最中いやもうあのあったじゃないですかピーなんかこう話ね二人がいやたまにだよ一年に一回あるかないか監督とこういうふうにこう話すのあれ喧嘩だったんですか喧嘩じゃないです喧嘩じゃないですけどいや我が輩たちがね、うん、てか我が輩がね監督が言ってることに対して何かを言うっていうのは、うん、俺相当勇気いるからねいや全然なんでそれが勇気なんだろういやいやそれは監督本人だから分からないんですだから、ね、勇気いるからねいや俺はどんどんやるべきだと思ってるだから、うん、やっと1年経ってやっとここまで言えるようになったいや言うべきなんですよそうや1年経ってやっとだからね、うん、それはねだからそうなんですよそこでまた我が家たちが言ったことによって負けるけど学ぶんですいやお任せしてるつもりにもならないなそう、まあ、いいですよいや本当に別に勝負とかそんなんじゃないですよただ言ってでもなんかあれなんか店長と監督仲良くしてよみたいなちょっとノリになったわけじゃないそうなんですかいやでも我が家たち我が家からすれば監督にこう何かを監督が言うことに対して何かを言うっていうのはねこれはねもうなんていうんですかなかなか言えないでしょだってすごいね偉人の方に何かを意見を言うっていうのは相当なパワーと相当なね力がいるわけです一緒ですけどいやてんちゃんねこれ見てる GTG ファンはみんな待ってんだよそれをなるほど俺に対して「いやー監督それ違いますよ」って言って、はいはいはい、例えばそれアニメの話でも何でもいいんですよ「はいはい、いやーそれは違うっすよ」っていうのを待ってんのなるほどねうんそれの方が話盛り上がるじゃん「ちょっと聞けてんちゃん」とか言いながら、はいはいはい、そういうふうにわーってやってる方がそれは絶対面白くなるし、はい、ただね、うん、監督が言ってるの全部そうなんだ何がいや監督が言ってることはそうですねっていうことそうなんですよだからあなたが正論を言ってるからですよいやだからいや本当に好きなものがこう監督によってこう例えばなんか言われたとしましょう、そしたらそれは例えば缶詰に関してとかねそしたらその我が輩が知ってる缶詰に関してのことを気持ちはまあそれは伝えますだけどそれに対して正論を言ってくるじゃないですかだからあそっかってなるいやだから それでなんか違ったらあそれは違いますよっていやこれぐらいこうですからって知ってる自分が知ってるその理論じゃないですけどそれから言いますねただ監督が合ってるんですってだから言ってるからあそうかって、うん、だからそれを言ってるだけですでも人が大事にしてるもんを目の前でディスるっていうことは俺はしませんからねそうですね絶対しないですねうんそれはうんそれは絶対しないですね、うん、それはねこれは、うん、ねそんな横暴はないんで
そんなことはしないんですけど、いやどんどん言ってもいいんですよ、いや違うこうこうこうだって言ってね、うんうん、でその時に俺がカーッとなってオラーって なるぐらいでもちょうどですよ、うん、まだまだ全然あのあーそうかいみたいな感じで笑ってるから全然大丈夫ごめんけど議論にならない議論はどんどんするべきですよ、それを議論してみて初めて俺のことを理解できるんだと思いますよ、うん、いやこれね、うん、1年ね1年その1年も深い1年ですよ、これがあってやっとですからねやっといややっとですからね この感じ、うんね、だからあのなんていうのかな、音楽に対する姿勢っていうのは僕はもう全部あなたに預けてるんで、だからあなたが俺にこうしましょうとかああしましょう、うん、よかったですよ、うん、こういう場合はこうしたらいいんですよっていう時、俺必ず素直に聞いてるでしょ、何も言わないですね、うん、そうですね、 OK 分かったっていう話で、うん、それぐらい信頼してるんですよね、音楽で、だからこそもっと全部俺の持ってるスキルを上げようと思ってるし、見せてるから、うん、それは今のはちゃうってなるわけですよ、それだけ、別にそれに対して違うという勇気は俺にはないんだよね、あれでいいんですよって、うん、本当にだから一番いい告知は今さっきあれをもうだからあれが最高にいい告知なんですよ要は、うん、激本音ですからね、そうそうそうだからそれを俺がいつも言う生き様を見せろっていうのはそこなんですよ、うん、失敗したっていいんですよ、そういうこと言って、あ、言い過ぎちゃったって言って、でもそこで謝るのも生き様だし、素直にねこれ謝らなくてもいいと思ってるけど、そこもちゃんと生き様だし、うん、やりすぎちゃうんですよ、だからみんな来てっていうのが最高の告知なんだって、うん、でも本当こういう回になるほど本気なんですよ、うん、ね、毎回ね、イベントでやってますから、うん、そうだね、ちょっと遠いなだとか、うん、ちょっと行くのに予算がだとか、お財布がだとか思ってる人も一回ぐらいは試しに見に来て、そうですね、なんでしょうか、うん、そうですね、ぜひともよろしくお願いします、あれぐらい真剣にライブもやってますが、おっ思ってますですね、今まで無料しか見たことないけどっていう人も、もうそうでございます、そういうことだと思います、ね、そういうことで、トリンとして見てはだから失敗したなって思ってるのは、無料をお笑いに持ってってるところなんですよ、まずいいやそうですね、無料もちゃんと怖い感じにすれば、もっと課金は上がってるかもしれない、初期の頃からメリハリが好きなの、いやそれはその、ね、有料見た人の意見であってやっぱりちゃうよそれは俺は違うと思ってるよ、絶対違うよって言って、うん、ね、でもね、見てる人は本気で作ってるっていうのが分かってくるわけで、そうですね、うん、ね、あれでだから本当にね、あなたたちはものすごく高慢なことを言いますよ、ね、今まであなたたちが足りなかった部分を全部俺が補うから、はいはい、うん、はい、ね、俺が補いますから、あなたですだから音楽の方は君らが補っていく、わかりました、とりあえず監督はしょんでごらんすよ、ピッチを当てることとライブ中3月にならないこと、大丈夫大丈夫、監督今走ってますもんね、いやこのロケで2日間走ってないですか、いやでもロケも若い思うんですけど修行だと思うんですよ、十分の修行じゃないですか、そうですね、でも歩くじゃないですか、そして倒れるじゃないですか、一緒ですよ、18年のライブに期待します、いやまあそれも、うん、いやもう言わずと大丈夫ですよ、いやまあまあそうなんですけど、だからまあ
そういう感じですよ。そうです、うん、それでいいんです。ということで、はい、何なんでしょうか。はい、もう一回言っておきましょうか。いや、もういい、もう今日行くとこ。あ、そうですね、今日行くとこ、だいぶ皆さん忘れてると思います。はいはいはい、今日行くとこはですね、はい、忘れてるよね、みたいな。僕も忘れかけてます。はいはい、どこだっけ。ハイホテルだろ。ハイホテル、ね、あの、親子の例があります。はい、ね、ちょっと前から行きたいと思うんですけど、はい、親子の方がどうなんですか。楽しみにしたんですか。はい、楽しみにしたんですか。頑張ります。謎を解き明かしてみて。はい、あれ、行くとこって一回言いましたけど、言ったよ。え、言ったでしょ。もうそれも分かんない。親子の例が出てきて、ハイホテルに行ってまいります。はい、さあどんなところになるでしょうか。ここからホテルの停車さんに切り替わりますので、ここに来て。はい、まあもうすぐ着いちゃうんですけど、多分そうですな、そうですな。あれ、ちょっと待って、何ですか、今のところですか。今ね、もうちょっと行ったところで、まあそんな感じで、はい、ここから先は有料でございます。